佐賀塚笠広行は、静岡県三島市出身で入間川部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、磯部裕之。身長166センチメートル、体重134キログラム、血液型 AB 型。特異種は食い下がり、押し、投げ。最高位は、西前頭9枚目。小学生時代から相撲を始め、三島市近田小学校6年生の時に、 ワンパク相撲全国大会に優勝してワンパク横綱に輝き中学時代では静岡県代表として全国都道府県中学生相撲選手権大会に出場して個人団体と優勝する沼津学園高校では2年生で全国高等学校相撲選手権大会に優勝して高校横綱の座に輝き3年生で 高等学校相撲金沢大会に優勝して活躍し、朝昌龍や琴昌岐くらと共に日本代表として中国遠征する。なお優勝した高校総体の決勝で対戦したのは文徳高校3年生の普天王で、その普天王に準決勝で敗れたのが明徳義塾高校2年生の朝昌龍だった。その後東洋大学へ進学する。大学の同期生には、 木村山や竹誠山がいる。相撲の才能はありながらも身長があまり伸びず、牛乳を大量に飲んだり、鉄棒にぶら下がると身長が伸びると聞いて実践した、ものの肩を外してしまい苦労した、と新入幕時のインタビューにおいて、笑い話として語っている。学生相撲時代に幕下付けでの資格となる、タイトル獲得はなく、当時の身長は167センチメートルと、 身長173センチメートル以上の第一、新弟子検査の規定から外れるため、第二新弟子検査を経て、大学卒業後の2004年3月場所に、前相撲で、初土俵を踏んだ。粘り強く食い下がる相撲で、2004年5月場所から9、場所連続で勝ち越しを続けて、2005年11月場所には、幕下上位まで番付を上げた。 2006年5月場所は怪我で全休したものの、2007年7月場所では東、幕下19枚目で7戦全勝の成績を挙げて、幕下優勝を果たした。同年9月場所は、東幕下3枚目まで番付を上げて4勝3敗と、勝ち越し、場所後の番付編成会議で、翌11月場所における新十両への昇進が決定し、同時に仕込めを、 差がつかさと改めた。しかし、その十一月場所では六勝九敗と負け越して一場所で幕下へ陥落した。二千八年三月場所において十両へ復帰し、その三月場所では西十両十四枚目の位置で八勝七敗と十両では、自身初となる勝ち越しを決めたものの、同年十一月場所に5勝十敗と大きく負け越して、二千九年一月場所において、 再び幕下へ陥落した。同年5月場所には3回目の重量昇進を果たしたものの7勝8敗と、負け越し、翌7月場所に幕下へ陥落した。同年9月場所に4回目の重量昇進を果たすと、その9月場所から3場所連続で勝ち越しを決め、2010年3月場所において新入幕を果たした。平成以降に、 静岡県出身力士として幕内に昇進したのは、塩丸、片山に次いで3人目、第2審で試験査による入門者で10両、幕内へ昇進したのは豊島に次いで2人目となった。しかし、その3月場所では6勝9敗と負け越して1場所で10両へ、陥落した。さらに、右足首の怪我の影響もあり、同年、7月場所からは3場所連続で負け越してしまい、 同年、11月場所では幕下へと陥落してしまった。2011年5月起業審査場所において5回目の重量昇進を果たし、その場所では4日目から12連勝して13勝2敗の成績を挙げて、初の重量優勝を果たした。再入幕となった翌、7月場所では8勝7敗と幕ちでは、自身初となる勝ち越しを決めたものの、翌、 9月場所からは3場所連続で負け越してしまい、2012年3月場所において、再び重量へ陥落した。2013年3月場所には3回目の入幕を果たしたものの、7日目の藤あずま戦で左足を痛めてしまい、左膝内側側腹靭帯損傷及び、左ハムストリング肉離れで、全治1ヶ月の診断を受けて、中日からは休場し、 結果的には2勝6敗七9と大きく負け越して、翌、5月場所では10両へ陥落した。その5月場所でも4勝11敗と大敗して、翌、7月場所では幕下へ陥落した。東10両7枚目でこの成績だと通常なら、幕下陥落はしないが、東10両13枚目での7勝8敗により、不運にも幕下陥落を喫した秋瀬山と共に、 関取の座を失っている。一説には遠藤を重量に昇進させるために通常、ばっかに落ちない星の力士を陥落させたのではと、されている。陥落したその場所も二番相撲から五連敗があり、八番相撲が、組まれて勝ったものの三勝五敗と負け越し。しかし、以降三場所は、連続勝ち越しで、2014年三月場所で五場所ぶりに重量へ、復帰することが決まった。だが、 その場所は4勝11敗と大敗し、翌5月場所では幕下に陥落した。しばらくは幕下上位付近での土俵が続いたが、2015年7月場所以降は年齢による衰えもあって、幕下中位が低位置となった。2018年11月場所では36歳にして、久しぶりに帰り10両の期待のかかる。 西幕下3枚目まで番付けを戻したが、3勝4敗と負け越した。2020年5月場所では2005年1月場所以来、約15年ぶりの3段目に降格となった。東3段目77枚目で迎えた2021年、7月場所は1番相撲から6連勝し、7番相撲で勝利すれば、格段優勝の最年長記録更新特別場所の、 幕下復帰が確実となるところであったが、波頭に敗れて三段目優勝を逃した。2021年7月場所終了現在。ありがとうございます。